チューバリアみたいな感じ。あ、なるほど。どうですか。あ、そうなんですね。値段は10万ぐらいする。へえ。有名な先生ば。
8かな、20かな、あそこにでかいのある。だから今別マグロもあってもいいですよ。でこれが今売りらしい大畑マグロだ。あ、そうなんですね。はい、生で取って。でこの大畑からここまで取れるんですよ。え、あ、そうなんですか。へえ。3億円。3億円の？残り。へえ。すごいっすね。ね。はい。とともだ。へえ。ついでにほら、太宰府もあった旅館がここ。丸山旅館。今はないけどね。先止めたんここ。ああ、そうですね。あの小説、はい、津軽に出てくる。ああ、はいはい。どうも、ごちそうさまです。いえいえ、ありがとうございます。はいはい、ありがとうございます。はい。はい、お待ちします。
これがいっぱい。ここの旅館はこれないんだね。あ、今お風呂にスイッチ入れるから。あ、ありがとうございます。粘りがあって、で、アラメ昆布になれば今度トロロにするわけ。すいません、やっぱり粘りがすなんか上品ですね、すごく、うん、お嫁さんだものわかる。食べるものもそう多くなかったけれど、はい、こう昭和の時代から、うん、比べれば人間がさ薄っぺらだと思うよ。へえ。
白身の魚で美味しいので、これ大きいのが北海道でニシンがほら取れなくなったみたいな、うん、そういうのに近い感じですか。そう魚は敏感なんですよ。あそこの日がね、いっぱい民前のことに関した本、津軽弁聞きに来て。はい、同じく津軽弁。どうもありがとうございます。はい、ごちそうさまです。はい、なんかね、歩きないとなんかちょっと目が覚めた感じしてるんです。